各界にとって非常に特別な日、 JFA リスペクトフェアプレーデーです。日本サッカー協会は毎年9月にリスペクトフェアプレーデーを設置し、さまざまな活動を通してリスペクトと大切に思うこと、フェアプレー精神を共有し、差別や暴力に断固反対するメッセージを広く伝えています。すべての選手、指導者、審判、そしてファンの皆様と共に、誰もが安全に安心してサッカーに打ち込めるよう、健全なサッカー環境を実現させましょう。そしてサッカーができる喜びと、それを与えてくれているすべての人や物に感謝をし、全力でプレーする姿を通してサッカーの素晴らしさを多くの人に伝えてください。JFA フェアプレーデーを皆様の記憶に残るイベントにするため、ご協力お願いいたします。これより両チーム選手を代表し、モンテディオ山形キャプテン山崎浩介選手、岩手グルージャ盛岡キャプテン宇田祐介選手がリスペクト宣言を行います。私たちは人種、性別、出自、宗教、性的指向、その他のいかなる理由による差別を認めないことを宣言します。私たちはサッカーの力を使って、スポーツから、そしてこの社会から差別を撲滅することができると信じ、この目標に向かって突き進むことを誓います。皆さんも私たちと共に差別と戦ってくださるようお願いいたします。暴力も暴言もいりません。誰もがサッカー、スポーツを安心安全に楽しむ権利を持っています。暴力暴言をしない、させない、そして許さないことを誓います。私たち一人一人のリスペクトの力、大切に思う心で差別暴力のない世界を作り守っていきましょう。Thank you.